自分はフィギュアを結構学生の頃から集めてて、原型師っていうののバイトの募集をちょっと学生時代に見つけて、でそこの工房に遊びに行かせてもらいながらバイトをしたっていうのがきっかけですね。まあ、自分自身アニメや漫画好きなので、そのキャラクターがこう実際にいたらどういう立体感なのかなとか、そうやっぱ 3D 的な、まあ、立体的な見方を見せてくれるものなのかなっていう。基本的にはアニメとか漫画のキャラクターがあるので、それをいかに再現するかが僕らの原型師の仕事だと思うので、芸術となるとやっぱりその人の内になるものとか、ちょっと形容詞で表現してしまうようなものを立体にする行為だと思うので、ものと芸術作品っていうぐらいもう全然別物かなと僕は思ってます。